はい、それでは時間になりましたので始めていきたいと思います皆さんこんにちは卓越ターゲット攻略講座模擬講義と題しまして約1時間20分程度講義の方をしていこうと思います担当アレックスにこコシデと申しますよろしくお願いしますまず使用するもの2つ2点ございます多分ナムカルスの方こちら中身に入っていると思います大きなものこちらの方レジメと呼び中のちっちゃいものこちらの方を番というふうに呼んできますレジメと番称両方使いますので用意の方お願いいたします でまずレジュメの方ですがパラパラめくっていきましてこちらの方ですがまず二ページの方を見てやってくださいはいこちらの講座どんなものなのかというのものを表しておりますえポイント一そしてポイント二というところでまずポイント二のところの図を見てほしいんですこだわったのは学習の効率化と午前の部午後の部正答率どれぐらいのものがあるんだろうと 例えば、上の午前の部、AA ランク80、80%以上のもの、今年は19問。そして、A ランク60、60%以上のもの、これが12問。午後の部、WA、AA が4。そして、普通の A、これが23。結局、受かるためには、何問必要なのって考えていって、 A と A 足すといくつになるんだろうと。その下見てください大きな字です。合格のために必要なものは何なんだと。これは WA と A そして保険で B が少しできればいい保険で B が少しできればいい。6年前に講座を設計するときにまずここに至ったんです。必要なものって こちら学習前の全てじゃないとダブル A と A そして B が少しできればいいじゃあこのダブル A と AB ってみんなどうやって取ってるんだろうって考えた時に一般の受験生ってやっぱりアウトプット中心の勉強なんですよ。でアウトプット中心でほとんどが過去問そして透錬問題過去問と透錬問題 をばっかりやってこん問題を取りに行ってるわけです。だったらそういうもん作った方が早くねえかと。レジメの方をちょっとパラパラめくりまして、六ページなんかを見てください。そこで考えに至ったのが、じゃあその必要な過去問や必要な答例問題をこっちがチョイスしたらどうなんだろうと。 過去問やってくれと言ってもどれやっていいかわからないじゃあ全部これ自分がチョイスしよう当連問題と言っても数多くのものがあるどれやっていいのとじゃあこれもこっちがチョイスしようとでそれをチョイスした結果が左側のページなんです年度番号は書いているものはいわゆる過去問ですオリジナルとなっているのがいわゆる当連問題です 私が一つ一つ誰かの手を借りずすべての問題すべての足について必要な過去問必要な答れ問題を左に全部集約させることにしましたそして次にじゃあこの解くための知識これを右に載せようと。右のページには左のページの問題が解けるための知識が右に載っています。 右のページ表があってところどころ星一星二という数字があります。これは左側の問題とリンクしています。ちょっとこちらの方ですが具体的に言うとこちら表の部分で星の一とついています。この星の一とついているのは左側のページの一番の問題左側の問題の一番を解くために。 必要なものですすめこのの講座をを作ると右のページには解説を入れようかと思ったんですでも解説を入れちゃうと結局その知識しか覚えられないその問題に載っている知識しか覚えられない結局必要なのはその周辺知識までないと新しい問題に対応できないだったらその必要な知識の解説ではなくその必要な知識の表を入れようと。 これによってその問題が解けるだけなくこの右を見ておけばその周辺も確認できるようになるだろうとそう思い左に問題右にその知識プラス周辺が載っている図表を入れることにしたんですはいで結果どうなったかということでレジュメ2ページの一番上を見てやってください えポイント1インプットとアウトプットを一挙にできる画期的テキストとその下本講座テキストは見開きで左丸ツ式の問題右まとめ図表というレイアウトにしていますこれにより〇1丸ツで間違えたものをまとめ図表にインプットできる2まとめ図表で覚えたものを丸ツで確認するということができる受験において必要なインとアウトが1冊で完了できる インとアウトを別々な冊子にするからこそ往復ができないだったらまとめて一冊にすればインアウトすぐ往復できるだろうとそれを狙ったのがこちらの講座になりますじゃあ実際にどんなふうな講義になっているのかということをこれから約1時間10分使ってやっていこうと思います。ページの方はあで次今回題材にしたいのはレジュメ4ページそのまってください。 え今年の、えっと、24問、十四問を素材にしようと思います。で、今年の24問の問題ですが、正解が2で、正解が二で50%、結構割れたんです。あと、い、あと、お、あと、いと、あと、おで割れました。いと、おで割れた問題だったんです。で実はこれ、毎年普通に説明してる箇所なんですよ。で、正解を言うとね、これ、いについては後で言いますが、ちょっと古めの過去問。 でおについてはえこちらミスの知識なんですこのターゲット講座の普通の講義のこ頃でこれちゃんと網羅してるんですねじゃあそれをやっていこうと思いますじゃあページ方は六ページ七ページお願いします六ページ七ページ見開きになっております左側定当権・値定当権・登記事項の比較と載っています こちらの左の問題、1から4。こちらの定等と二定等の登記事号の比較、1から4。やってみてください。用意、スタートできれば、一個一個丸抜を確認するというよりも、何かの紙に丸抜を書くことをお勧めします。何かの紙に丸抜を書くことをお勧めします。例えば、今回、版書用紙がありますので、その版書用紙の一番後ろなんかは、メモ用紙にできると思います。丸抜を一個一個確認するというよりも、実際に丸抜を書いた方が、よりクリアにわかります。 はい、ではそれ以外にしましょうか。右のページの表です。登記事項の比較、左が値定当権、右が定当権です。で、一番上、絶対的記載事項、必ず書かないといけないこと。値定当権、極度額、債権の範囲、債務者、値定当権者。俗にこれは、非担保債権の決定基準、非担保債権の決定基準と呼ばれるものです。 レジュメの方6ページ、7ページに行ってみます。非担保債権の決定基準を書く。で、一つ注目点があります。極度枠のところです。外貨表示債権、放課のみで表示する。日本円のみで表示する。一方、右、定当権見てください。外貨表示債権、外貨表示及び 担保限度額も書く。あの低当価の場合って低当価の場合っていうのは10万ドルで担保限度額1,000万円とっていうふうに外貨の表示と担保限度額両方書きます。 でちなみにこれ担保権能額の役割なんですけどね例えばあの確定した時にね確定した時に10万ドルの金額が900万だとしたら900万担保です。もう一回ねじえ確定した時にね10万ドルの価格が,価格が、ね、900万だった場合は900万担保です。一方10万ドルの価格が1300万だった場合は1000万だけ担保です。 気づきますこれ自体根底等の極度学みたいなもんなんですよ。ネテーの極度学みたいなもんなんなです。もともと担保限度学が極度学のような扱い極度学のような役割をしてるんです。もともと担保限度学は極度学のような扱いは扱いになってるんです。 だから値定等はもうそもそも極度額ということを設定しているので極度額というのを設定しているので外貨表示と別に担保限度額というのを記載する必要はない。もともと担保限度額に当たるのが極度額なので別個に定める必要はない。これが左の2番の問題だったんですね。 じゃあ表に戻ります今度は下相対的記載事項特約があった場合は書く特約があった場合は書く確定期日370条三定め権利消滅の定めで特に今回確定期日が細かく問われてます。下の注意書き中確定期日は 特定の金質だって期間ではないから、契約より何年とすることはできない。平成年月日何日と一定の日を表示する。一定の日を表示する。同じこと繰り返させてください。画面の方よろしいでしょうか。確定期日って書いたんです。 確定期間とは言ってないんです期日何日ということを書くんです改めて四番の問題確認してください日にちを決めなきゃいけないので誤り日にちを決めなきゃいけないので誤りです ではこの、まあこの、ねえー、と中の丸の2設定契約書に確定期日として設定契約の日から5年を超える日が記載された場合当該定めは無効であり申請情報に5年以内の日を引き直し記載しても未定当権設定当期を申請することはできないこれ期間ものは5年ものかそうじゃないかで分けるべきです5年,はえ5年もの超えた場合は1日無効です 5年ものは超えた場合は一律無効です。確定期日や共有物分割のため、確定期日や共有物分割のため。 はいよろしいでしょうか以上がまずこちらの方の図の話ということになりますでちょっとこのままね右のページの下の表をお願いしてるでしょうか債権の範囲の可否債権の範囲であの債権の範囲登記事項として定め方はパターンとして全部で4つありますちょっと画面の方に出しますと1 4つあって1、2、3、4 4パターンあります で4パターンあって、これ、左は OK、右はだめという図になってます。まず一番上、特定の継続的取引契約により生じる債権、聞き流し結構です。何を担保しようかね、うん、じゃあこういうこと担保しましょうか、これはどうする、じゃあそれもしましょうかお互いでね、担保するものを契約で決めておく、担保することを契約で決めておく。 これが一番目の特定の継続的契約による再建ってものなんです。で、変化なんかいける登記できるやつ。全部共通性があります。年月日契約。年月日契約。年月日契約。こう書いてあったら全部 OK と思って。年月日契約ってなってるものは全部 OK と思って頭を使わない。 8番の問題確認せん8番の問題はい。 こちらの方ですが3行目、年え平成3十6月6日リース取引等契約年月日契約って書いているものは OK もう頭使わず OK と思ってくださいじゃあ戻りましょうで次が、ね、2段目一定の書類の取引により生じる債権 こちらの方ですが、登記できる、できない。とあって、これね、召喚集の言葉なんです。召喚集の言葉なんです。売買をいっぱいやってるから、これを担保しよう。売買をいっぱいやってるから担保しよう。この場合は、売買取引って書くんです。でね、まずこれ、受験的な話を言うと、ここね、登記できる、できないのところで、 このなんとか取引って書いてるタイプのものこれに関しては「○×」は「避けること○×」は避けること,は避けることなんとか取引はできるものとできないものがあってこれは判断は避けることなんでかっていうとね法則がないんですこれ。法則がないんです。 あのね、諦めてもらうために説明しますんで聞いて,てね諦めてもらうからね諦めてもらうからねこれは理解ができないんだってことを分かってほしいんです。で、ね、こちらまずね左側の123売買委託取引保証委託取引、えっと、建て替え払い委託取引これは OK なんだけど右側商品委託取引商品ってついちゃうと委託取引もダメなんですよダメなんですよでなんでかっていう理由を見るとね 商品というのはいろいろなものがありすぎて抽象的すぎる商品にはいろんなタイプがあって抽象的すぎるだからダメって言うんです。<laughs> メモったでしょう。そんですよの、ね、で、あのね左側のマリオマ見て、商品供給取引 OK <laughs> なんですよ。もうこれ全くロ論理がつないんです。 このなんとか取引っていうのは実はできるものできないものがあってこのできるものできないものの論理がめちゃくちゃ難しいからこれは切らない方がいいなんとか取引は切らない方がいい。でもう超直前期になって右のできないもの右のできないものだけ超直前期に切れれば覚えちゃえばもうそれで終わりで構いません。 なのでこの辺りはぜひ学習のメリハリをしっかりかけてくださいじゃあ次上から3段目特定の原因に基づき継続して生じる債権でこれはもうポイントは不法行為の特定をしてるかです不法行為の特定をしてるか左は高校上廃液による損害賠償何の不法行為かが特定されてる 一方右これは何の不法行為かが特定されてないそこで区別をしてください次の段手形小切手上の請求権左側手形債権小切手債権でこの丸三しておいてください電子記録債権 これはペーパーレス手形、紙のない手形、紙がない手形になります。電子手形といってもいい感じです。ちょっとこれ7番の問題検討してみて、左7番の問題。 手形小切手と類似の性質を有するっていうかまさに手形小切手の性質手形小切手の性質なんですねよろしいでしょうかねこんな感じで押さえていってくださいでこんな感じであのね実際には解いてもらってから説明するところと多分解いてもらってもきついだろうってところは先に説明するこういうふうに2パターンありますじゃあ今度ページめくって今度は解いてみましょうか、えー、8ページ9ページ でね、8ページ共同値定当権じゃあこれね4から7までやってみて4から7まで4から7までよーいスタート8ページのところね4から7まで、えー、先ほども言いましたが、まあ、隠して宣言するでもいいですが何か紙に書いてもらった方がよりリアルに丸ツがわかります では、一旦そこまでにしましょう。右のページの表を使っていきます。ちょっと一旦ですが、画面の方も見てやってください。よいしょ共同に程度における同一債権担保の判断。ここですが。今ある登記簿と今回持っていく申請書。今ある登記されている登記簿の登記事項と申請書。この二つ。どの点で一致する必要があるか。 今既存に定当権入っているネテートの設定登記。そして今回追加設定する申請書。どの点が一致すれば同一債権と扱うか。じゃあ自分のレジュメン法を見て。左側。同一であることを要する要素。ネテート権者、極度枠、債権の範囲、債務者。いわゆる非担保債権の決定基準。非担保債権の決定基準。これが同一の必要。 担保採用決定基準、これが同一の必要があります。そして特にねこの二つに関しては、ちょっと一筆書きましょうか。特にこの二つに関しては、表示、氏名住所のレベル、表示、氏名住所のレベルまで一致する必要があります。 4番の問題確認してください既存登記簿の方には旧住所追加設定は新しい住所既存登記簿は前の住所で債務者が登記。 追加設定は新しい住所へ債務者の方が入ってる。表示レベルが違えばそこでもうアウトです。表示レベルの一致まで必要です。ありがとうございます。 でその下に中1中2中3とありましてちょっとこれ絵にしてみましたのでそこを見てもらっていいでしょうかえっと番章の方お配りしてる番章の方の1枚目の方を見てもらっていいでしょうか中に一つペラがあると思いますそちらの方の1枚目を見てもらっていいでしょうかよいしょじゃあこの中の2ってついてるとこ見ますとね既存登記簿債務者 浦和市青柳5丁目2番45根本申請書追加設定の申請書が、えー、とこちらさいたま市青柳5丁目2番4号根本これ一致しているかってことなんですこれね特に埼玉県人分かるんです埼玉県人なら分かるんですけどねこれね昔の浦和は今の埼玉市なんですよ昔の浦和は今の埼玉市なんです埼玉県人は見ればあっ 昔の埼玉とあの昔の浦和と埼玉同じだよねこれいわゆる行政区画の変更です行政区画の変更です行政区画の変更だけであればこれは一致してると考えて結構です行政区画の変更だけであれば見れば分かる見れば分かるので一致してると考えてください。 はい、でこれが5番の問題でした確認をお願いしますよしじゃあ次今度はねちょっとまたえ自分のやつでも画面でもどっちらも結構です、えっと、既存等規模が 寝定当権者 A 銀行渋谷支店と入ってる。で、追加設定の申請書が、ねて当権者 A 銀行新宿支店と入ってる。これは一致してないんじゃないのとちょっとこれ画面の方、ちょっと使わせてください。うんとね。これが不動産ね。これが不動産ね。で、これが A 銀行ね。で、それぞれの支店ね。で これ A 銀行渋谷支店、寝てい当権者、A 銀行渋谷支店になったときに、こう思ってませんこの渋谷支店が、渋谷支店が権利を持っていると思ってませんか違います。権利を持っているのは、A 銀行です。権利を持っているのは、あくまでも A 銀行です。取扱いを渋谷支店がしているというだけ。 取扱いを渋谷支店がしているというだけ。連絡先が渋谷支店というだけ。持っているのは A 銀行なんです。で、もちろん、追加設定が A 銀行新宿支店であれば、もちろんこれは A 銀行が持つんです。A 銀行が持ってるんです。 A 銀行が持つという点は同じ。A 銀行が持つという点は同じなんです。あと言ってしまえばね、あの、表示って何氏名住所っていうのは、会社で言うと、本店と称号だよね。本店と称号だよね。ここは本店でも称号でもないよね。 なんとか視点の部分は本店でも商号でもないよねはいありがとうございますじゃあ今度はそのままね次のね中の3ってやつを見てください ちょっとここ長くなるからね。いきますよ。今ね、物件、2つの物件にもう値定等が入っていて、3つ目に設定するって物語。2つ入っていて、3つ目に設定するって物語と思ってください。既存登記簿1、極度額100万、債務者 A。既存登記簿2、極度額100万、債務者が A だけど、ここだけ B に変更登記をしてる。ここだけ B に変更登記をしてる。 でこれで3つ目の申請書、極大額100万、債務者 B、今、債務者 B だからといって、B で追加設定をすると、まず結論を書いちゃうと、これは通りません、これは通りません。既存投機簿と、こちら、既存投機簿と決定基準が全部一緒、全部一緒じゃないと、追加設定は通りません。 全部一緒じゃないと追加設定は通りませんでその下 CF この党規模の状況で12につき極度額増額党規を持っていくこれは通ります。 これは通ります今のこの状況で既存登記簿1位について極度枠増額登記を持っていくこれは通りますちょっとこれでね、えっと、レジュメの方の中の3をゆっくり読まさせてくださいいきますよ「当該同一性は共同帝値帝等の追加設定」 同一性は追加設定の時に要求されますその下極度枠値定制設定後に債務者及び担保債権の範囲を変更し一部の担保物について変更時はが無料場合でも、えー、共同担保全てについて極度枠変更登記はできる変更登記はできる追加設定はできないけど変更登記はこの規制は入りません。 あくまでも追加設定の時に同一が要求されるんじゃってん、教育大学変更は追加設定ではないので、同一でなくても、同一でなくても変更登記は通ります。同一でなくても変更登記は通ります。 で7番追加設定か変更登記かを確認して7番の問題「極度額変更登記は申請できますよ」と。 よろしいでしょうかではちょっとね角度を変えた説明をしたいと思います一緒にまた画面の方を確認してもらっていいでしょうかありがとうございますもう一回ねえっと今2つの不動産にネテートが入っていてもう1個設定しようとしているといった場合に非担保債権の決定基準がこことここそして追加設定が全部一致しないと全部一致しないと 追加設定は通んないよと決定基準が全部一緒ないと追加設定は通んないよとだからこそその決定基準が同一かどうかを等規模をつけて立証します追加設定においては追加設定においては決定基準が全部同一ですよと既存の等規模の等既存等規模を全部等規を取って この既存の登記簿と誠心誠書一緒ですよと手いうのを立証しますこの書類を何と言うんですかそれを全登記証明書っていうわけですちょっとページめくりましょうえっと11ページお願いします11ページお願いします11ページ真ん中全登記証明書 こちら追加設定の申請書が載っています添付書類欄2行目全登記証明書と書いてありますその下の文章、えー、表を見てきましょう添付が要求される場合共同メ定ーと追加設定を申請する場合において前の時に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるとき他の登記所の管轄区域内線科長一で他の登記の管轄区域内同じ管轄だったら登記を見れるからね 他同じ考え方だったら登記を見てわかるからね。で具体的書類と立証内容前の登記に関する共同担保を送るき登記事項証明書立証内容登記事項証明書寝定当極度額債権の範囲債務者の同一これが全部一緒であることを立証する全部一緒だってことを立証するんだと。 で下は無理しないで共同担保目録これ一回もきついたことないからそこは無理しないであくまでも決定基準の同一これをまず優先して決定基準が同一だってことを立証するんだと。よろしいでしょうかね。で同じことをもう一回言わせてください。よいしょこちらの表ですが こちらね添付が要求される場面共同値定当権のよいしょ追加設定登記追加設定の時に要求される左の2番の問題を検討してください。 極度額増額は追加設定ではない極度額増額は追加設定ではないのでこちらの方は、えー、登記事項証明書をつける必要はないよということになりますまた本体の方でも言うんですが立ちが悪いのがね極度額増額ってたまに追加設定扱いする場合があるんですよ極度額増額ってたまに追加設定扱いをする場合があります例えば例として有名なのは 登録,免許税登録免許税は設定と同じく千分の4設定と同じく千分の4とか細かいことを言うと区分建物区分建物で極度枠増額をしようとすると追加設定扱いをされるえ本体の講義ではま,まとめたものを配ります。 極度額増額が追加設定扱いされる場合と、追加設定扱いをされない場合、追加設定扱いをされる場合と、されない場合について、こちらまとめの表をお配りしています。ちょっと今回はありませんが、そういったに使い分けがいるんだと思ってください。 じゃ、もうちょっと膨らませます。ページは十二十三と言ってください。はい、で、十二十三。これね、抵当と値抵当の比較図になってます。抵当と値抵当の比較図になってます。で、この値抵当権の図、一番下見て、一番下。 追加設定における証明書ってこと全登記証明書添付がなければ却下される要件の確認ですなければ却下になります同一性の確認ができないから却下になります一方左抵等権でも 定当権でも他で登記してる定当権でも他で登記してるってことは立証します名前は登記証明書ただこれは減税証明としてつける減税証明としてつける結論から先に言います任意です結論から先に言います任意です要件の確認じゃない減税を受けたければつけろ減税を受けたければつけろ え雑談程度でちょっと聞いてください。いいけど、あのね、ある方が、しょ、ある方がね、2つの不動産に抵当権を設定したんですよ。で、管轄が違ったので、管轄が違ったので、まず左側で登記をした後に、右側で,右側で追加設定扱いになったのね。で、本来は、本来は、左側で。 登記ができた後にこの登記簿を二の申請の時に持っていくわけです。でその時にねこの,依頼,者のね依頼者の A さんがこう言ったんです。今は違うんだけどねちょっと私が,私が受験するときなんかそうなんですけどこれ登記のにね私が受験するときね1週間から2週間かかるときあったんです。この、ね、A さんが言ったことはね2週間待ってらんない。 右の登記をするのに2週間待ってらんない。減税措置、いくらだ ?1500 円です。それぐらいあたり、もう全部払う。1000分の4、両方払うから、右でもう登記してくれと。繰り返します。左で登記が入った後、登記簿をつけて右に申請する。もちろんそれが一番安いからね。でもそれって、こちらの登記ができるまで申請できないってことになってまんです。依頼者の方は、 多少高くなってもいいからすぐに登記してくれとこう言ってきたんですよ。これ、なならら通通りりまます。低等なら通ります。ってことでちょっとね書いてしまいますと「低当は減税証明としてけるので扱いは2位です扱いは2位。 一方, <laughs> 一方、確定前に提訴でおいてはこれ、絶対必要ってこと。任意じゃんって必要ってこと。要件の確認のために絶対要求される。要件の確認のために絶対要求されるということ。 8番の問題を確認してみてください。 いけたでしょうかね定答権の時は添付する必要はない任意だから添付する必要はない一方根定答は添付する必要がある添付する必要があるということで丸足となります。 ではこれぐらいししましょうかじゃあちょっと次は問題解きましょうかねえっと14ページ14ページの下累積式共同寝定等と純粋共同寝定等四4足ありますやってみてくださいよーいスタート はいじゃそれにしましょう、えっと、番章の1枚目次の、ね、ところを見てください番章の1枚目のところ続きを見てくださいちょっと画面のほうも出しますんで場所が分からなかったら画面のほう見てくださいよいしょえある A 銀行が2つの不動産2000万の土地と3000万の土地に値程度を設定し合体させる。 純粋共同という形で合体させました極度額2,000万で純粋共同値低等という形で合体させましたその合体のイメージはこんな感じです2つで2,000万の極度額の枠を確保2つで2,000万の枠を確保もっと言えば枠は1個枠は1 ここで二つで分担、枠は一個で二つで分担。だからこそ、枠が一個で二つで分担するので。金額書きますと。負担割り付けがされるんです。負担割り付けがされます。一つのビーカーを二つで分散するので。 えこちらの方負担割り付けがされますちょっとかっきりなんで申し訳ないでこれ分散していることをね共同担保目録で講じします共同担保目録で講じしますこのネテートはこの二つで分散しているよとこの二つで分散しているよと もうね、右側にしましょうか一方右側 A 銀行が2つの不動産にネテートを設定するで共同化純粋共同にする登記をしなかった「共同」って文字を入れずに登記したするとちょっとビーカーまた書きますねビーカーこうなります2,000万ですねこっちで2,000万のビーカー1つ こっちで2,000万の枠一つえこちら純粋化しないと純粋化しないと一つ一つについて一つ一つについて2,000万の枠を確保することになります。まああの数が増えます設定すればするほど枠の数が増えます。 ってことからこれがよく累積式共同値定答累積っていうんですね設定するたんびに枠の数が増える設定するたんびに枠の数が増えると。であのこの右側の方ね累積っていうのは上の不動産は極度枠2,000万で2,000万全額来るわけね。 下は極度額2000万で2000万の負担が全部来るわけね。分散してないんです。2つで分散していないから、累積の方、共同担保目録は作られません。共同担保目録は作られません。分散してない。分散してないので、共同担保目録などは作られません。 ここまでかなってことでじゃあ最後にここですがここねこの純粋から累積逆もそう累積から純粋この変更は基本ダメです。 これ、わかります。あの、周り、大迷惑しませんか、こんなの。左から右、右から左なんか認めたら、大迷惑しますよね。あの、左だと思ったら、え、右になっちゃって、え、記録全部と。これ、大迷惑するので、これ、こ、左から右、右から左はダメじゃ、あそれで、改めて表を見てください。あの、表の方を見てください。はい。変更。 純粋な共同ネテーを累積し共同ネテートに変更する申請をすること×バツダメその下累積し共同ネテーを純粋な共同ネテートに変更する×バツこれもダメ次構成累積し共同ネテーを純粋な共同ネテートにする申請をすることこれもダメこれ珍しいケースですあのありませんあ例えば買い戻しとかやとか買い戻しとや変更することはできません 後から変えることはできませんんごめん間違っちゃった間違ったのはしょうがない間違ったのはしょうがないとっていう論法が多いんだけどこれは公正すら認めない公正すら認めないんです結構珍しいですただ下の米印読んでみて「投機感が」ってところ。 いらっしゃいませ、はいいまはははですねポポポンポンポンはーやっっちゃったいやこれ直せないのはまずいだろうこれはまずいいくらなんつだってこれが直せないのはまずいだろういうことでさすがに向こうのミスだったらこれは直せますよと向こうのミスは直せますよということで、ね、これ2番と3番2番と3番比べて読んでみて左の問題2番と3番。 この違いとしては特にこの部分かなマークしておきますと申請をするなのか職権なのか申請なのか職権なのか、はい、そしてこれは暗記しちゃってください。一番下本当を来てるところです 読んでみてくださいこれ累積で仮陶器を打っておくで本陶器の際に純粋化する累積で仮陶器を入れておく。 本陶器の際に純粋化する。ほぼ唯一の例外と思って覚えてください。え、これは唯一の例外と思ってください。仮陶器の時は累積。本陶器するときに純粋化。これは累積から純粋にできる。ほぼ唯一の例外と思って、これは覚えちゃってください。 はい、いありがとうございます。ちょっとこれね今見てる15ページの上の方ねところを使おうと思うんですがちょっと1時間ぐらい立ちますのでちょっと軽い休憩をしてからにしましょうか手を揉む足を揉む首を回すなどしてみてくださいなかなか1時間25分とかずっと集中なんかできませんから本当にその辺りはうまく毛伸びした方がいいと思いますで本番でもねまあ3時間の本番といってもちょっとところどころで休憩を入れた方がいいと思います なかなか三時間なんて集中できません。よし、じゃあね、この右のページの、この、続きをみましょう。上の方、三百九十あって、枝番の十七。ちょっとこちら、条文、枝番の十七のね、一個を読んでみてください。 ちょっとね、具体例を出しながらいきましょう次の絵え画面でもどちらでも結構です分かんなかったら場所画面見てくださいネテート保を2つの不動産に設定しています純粋共同ネテーで設定しています極大学1000銀行取引債務者 B で B 側実体債務者を C にする変更契約をしました 高土地の下、党規模があって、極度額一銭、銀行取引、債務者 B。で、こっちは C にする変更を申している。一方、右。右の方は、債務者が B のまま。その下の文章。債務者変更の効力は、おっしとおりのにならず、高土地にも発生しない。その下。 全ての不動産について登記をしないと注意して、対抗じゃない、効力が生じないなんです。対抗じゃない、効力は生じないと。 で左側すべての不動産に登記をしなければ権利変動の効力が生じないもの債権の範囲の変更債務の変更極度額の変更全部譲渡一部譲渡分割譲渡、表示にかかる権利の全部譲渡ちょっとこれ一緒に書いてもらっていいこのね下4つ下4つだけどこの下4つねこれって結局 これね、値定当権者の変更なんです値定当権者の変更を指しているんですよ でね、そうなるとそうなるとこの4つって聞いたことがありません何は登記しないと効力が生じないのかっていうといくよ債権の範囲債務者極度枠寝て当権者これ結局非担保債権の決定基準なんです非担保債権の決定基準なんです。 この決定記事に関してはこれ、登記しないと効力は生じさせないよと,としたんですね。まあフィリックスなのでまあ見るぐらいで構いません。あ本当に見るぐらいでいいですよ、コートでもよかったぐらいです。 設定基準って設定時は絶対同一です設定時は絶対全部同一になります設定後も等規模上同一にしてほしいんです設定後もできるだけ同一になってほしいんです 決定基準は設定時同一。設定後も登記模上、できるだけ同一だってほしい。だとしたら、 寝定党って後から作った立法なんです寝定党って後から作った立法なんです皆さんが立法者と思って立法者だと思って,思って全部で登記してもらいたいの全部で登記してもらいたいのだったらどっちの方がやってくれると思う上と下どっちのルールの方がやってくれると思うこれってこっちでしょ全部で登記しないと効力認めんぞってした方が これ動いてくれるんです。改めて条文の方最後の一行、効力を生じないってところを意識して読んでみて、効力を生じないってところ。対抗じゃない、対抗じゃなくて、効力が生じないってことだね。 ネテイトは後から作った立法ですで、その時に出てきたのができるだけ陶器で型をつけさせようできるだけ陶器で型をつけさせよう雑談が入りますがお付き合いくださいネテイトだけ陶器を基準にすることやたら多いんですよ例えばあの六ヶ月間の合意のやつ六ヶ月間に合意をすればじゃなくて合意の陶器までいりますよね あと確定前にしなきゃいけないものって確定前に契約だけじゃなくて登記までいりますよね寝定等はやたら登記が基準になる寝定等はやたら登記が基準になるぜひ知っておいてほしいですこの発想はぜひ知っておいてくださいそれとちょっともう一つねちょっ土基礎の部分を一つ 紹介させてほしいんですよいしょ。さっきから散、ね、々言っていたこの決定基準債権の範囲債務者極度額値定統計者決定基準というところこの決定基準の意味を今一度確認させてください番称の1枚目一番下を見てください 当権者株式会社はこう A の不動産にネテートを持っているで登記簿ネテーを設定原因極度悪債権の範囲債務者ネテート権者これは何を意味しているか基本ではありますが一応画面を見て一緒に確認をお願いしますお付き合いしてもらっていいですかいくよ下から上に読んでくださいいくよ下から上に、ね、いきますよこうと A が取引する債券のうち、売買取引を1000万まで担保。コート A が取引する債券を売買取引に限って1000万まで担保する。こういう意味です。そのまま下見てください。といってところ。 寝定等は確定した時点で以下の8本の債券が発生していたこの8本の債券のうち寝定等で担保できる債券はどれか日付はどうでもいい日付はどうでもいい日付無視して判断してみてどうぞ はいこれは結論は債券スモール A と債券スモール B です債券スモール A と債券スモール B ですえっと C と D は取引内容はおかしい取引内容はダメえっと E からはもう契約相手がおかしい契約相手がおかしいでねここでめっちゃ強く意識してほしいのは この債務者って意味ですこれ債務者金借りた金借りたってイメージこれ寝てえとではそれだめ寝てえとではそれだめだって売買取引って金借りたじゃないからね買っただからね債務者というのは担保する基準何を担保するかの基準なんです取引主体と言ってもいいです取引主体と言ってもいいです担保する基準 取引主体と言ってもいいですじゃあもうちょっと雑談を含まれてよいしょこれね債務者を今 A でしたでこの時担保するのが A と B でしたこの債務者を もし B に変えたら担保するものは誰になる？債務者を B にしたら、債務者を B にしたら担保するものは E と F になります。E と F になります。正確に言うと、Small A と B は落ちます。Small A と B は落ちて。 E と F だけになりますページをめくってやってください「読書ではありますがやらせてください「値帝等内容の変更要件の比較左上債権の範囲債務者の変更1確定前値帝等であること」 何を言ってるかいきますよ画面の方見て。えいこれね債務者を変えると担保する債権が総特会になるんです。<noise> ってことでちょっとイメージなんですがこれが枠ねこれが枠。 これが枠年今まで債務者 B だったら A だったらこれを入れたわけ。で債務者を B にしたらこれが全部落ちて新しい基準のものを入れるんです。ってことはですよもしこれ元本が確定していたら元本が確定していたらえっと2本入っていて元本が確定していると蓋が閉まります。 債務者を変えても特化えることはできないんですよ非担保債権の総特化ができないんです債権の範囲の変更債務者の変更非担保債権の総特化になる確定後は特会ができない確定後は特化用がない確定後は特化用がないと はい。じゃあ、これを大前提に、またちょっと問題行きましょう。今見てる16ページ、5、6、7。16ページ、5、6、7を検討してみてください。どうぞ。 いけそううでしょうかじゃあちょっと右のページの方ですが右のページの下の図このイメージ図の方を見てくださいちょっと手を加えますのでお付き合いくださいいきますねえっと今寝て当権者が A 債務者が B という状況です A と B が取引する債権を担保する A と B が取引する債権を担保するちょっと書いていきますね例えば3件の債権が今3本ぐらいあると思ってくださいアルファ アルファベータガンマーと3本あると思ってみてください。A、と B が取引する債権を担保する今ねアルファ債権ベータ債権ガンマ債権があると思ってください。でこの状況下で面積的債務引き受けアルファだけ C に引き受けてもらったアルファだけ引き受けてもらった。 アルファはシーに払う払ってもらうことになった。ではお聞きするんですが、今後この二系統が取引するのは誰と誰の債権？これ A と B が取引する債権ね。一本払う人は変わったよ。一本払う人は変わったけど、担保するのは依然。 A と B が取引する債権ですよね右の文章を見てください論点年月日面積的債務引き受けを原因とする債務者変更登記これは起きません一本引き受けてもらったからといって債務者は変わらない一本引き受けてもらったとしても決定基準は変わりません一本債権を引き受けてもらう これで決定基準は変わりません。また下段も同じ。年月日変更を原因とする債務者変更。これも起きません。債務引き受けをしても債務者が変わるという効果は起きません。債務者変更をしても、ネテートの決定基準が変わるという効果は起きません。 ということで債務を一本引き受けてもらっても決定基準には変化がない債務を一本引き受けてもらっても決定基準には変化がないとじゃあ今度そのまま表の下上記に加えて 債務者をを C にする変更契約をしたとちょっと変えてねよいしょここね今1本引き受けてもらってなおかつ債務者を C にしたんです1本引き受けてもらって債務者をなおかつ C にしましたで自分のやつ見てゃってそのやつ横。 新債務者が面積的に引き受ける債務は値定当によって担保されるかっていうとされないんですゆっくり言いますので聞いててくださいいくよいけるここが債務者が C になったってことは何を担保するのいくよ。A と C が 取引する債権を担保するね。A と C が取引する債権を担保するね。A と C が取引する債権を担保するね。お聞きします。アルファは誰が取引したアルファは A と B が取引しているもの。アルファは A と B が取引をしているもの。C が取引したものではない。 C が取引したものではない債務者を C にすれば A と C が取引したものを担保するでも α はもともと A と B が取引したものだとあ A と B が取引したものだからこれは当然には担保できません下の注意書き見てください 新債務者が面積的に引き受けた債務をネテートに担保するには、債権の範囲に当該引き受け債務を引き受けるネテートの変更登記を申請しなければならない。特定債権として引き、特定債権として追加する、特定債権として追加するという変更が別途必要になります。 じゃあこれぐらいにしましてあと1つぐらいやらせてくださいちょっとページをパラパラめくっていきます18、19が変更の中の極度額の変更20と21が債務者の変更22と23がいわゆる優先の定めというやつです じゃこの、ね、優先の定めちょっとやってもらっていいでしょうか左側の問題22ページ1から4までやってみてください1から4用意スタート1から4ね では右のページの方を見ていきましょうか優先の3目どういう内容か説明してみて「寝定当権1個寝定当2人で持ってる1個寝定当2人で持ってる」どうやって配当されるかっていうと2人の再見学で平等配当再見学で平等配当します。でもそれって 安定しないんです向こうの金額次第でこっちがいくら取れるかわからない向こうの金額次第でこっちがいくら取れるかわからなくなるそこであらかじめ約束をしておくんです申請書上から3段目有請の定め X7Y3 の割合 X7Y3 の割合債権額かかわらず7-3でもらおうぜ債権額か,かわらず7-3でもらおうぜと 債権額の割合に応じず応じず配当をもらうそういう約束を優勢の債務と言います。で、今も見ている申請書が優勢の債務を初めて作る時の申請書です。下に表があります。一番左側を立ててみましょう。 優勢のめを新設した場合目的難番に提督へ優勢のため原因年月日合意登記事項優勢のため A7AB3 の割合申請人これが合同申請です。権利者 X 義務者 Y ではない権利者 X 義務者 Y ではありません。 あの一見すると73の割合だったら、X、が得する、X、が得するように見えるんですがこれで配当してみないと分かりません配当してみたところ、X、の債権がほとんどない配当してみたところ、X、の債権がほとんどない、y、の債権しかなかった場合は、y、はこ,れと、えー、y はこの融資のためやった意味がないんですよ。のりとしてはね 順位変更と同じ順位変更と同じ配当してみないと誰が利益を受けるかわからない配当してみないと誰が利益を受けるかわからないだからみんなを権利者みんなを義務者にする合同申請にしています配当してみないとわからないと。 この真ん中郵勢のサメを変更した場合目的南蛮寝てるときに優勢のサメ変更と書いてあとは変更内容を書いていきます特に申請に見てください申請人は合同申請ですが特に括弧の合意して変わる人だけで構いません変わる人だけで構わない変わらない人は絡めなくていい 変わらない人は絡めなくていい。特に左と気をつけて左側。はじめ新設する時は全員なんです。でも変更は変わる人だけ。2番の問題確認してください。 始め作る時は必ず全員が絡まなきゃいけないのでこれはできないで丸なんですねでは最後です今日の一番右優勢のサーを廃止した場合の場合目的南蛮値定条権優勢のサーここ注意です変更変更なんですで3段目登記事項 優先のため廃止と書きます廃止抹消ではなく変更で表現抹消ではなく変更で表現します6番の問題見てくださいちょっとまだ検討しまってませんよ今回初めて6番の問題検討してみて一番最後抹消を申請しなければならない誤りと。 変更で表現でです変更で表現します。抹消ではないとはい、ここでストップにしましょう。で、実際、えっと、ある半コマを計算したらね、25ページまで、その回言ってました、25ページまで言ってました。で、皆さんは復習のときに、 こちら私が講義で触れた触れない関わらず左側の問題触れた触れない関わらず左側の問題を解いて,いてください。で解いていって自分のミスがあれば右の表で確認していく右の表で確認していくもしくは色などをつけていくっていうことをしてください。で講義では毎回毎回進むページのところまでのところでこれは理解が難しいだろうな基本的な知識大元の知識プラスこれはご自身でやってもきついだろうなっていうところを中心に説明します。 皆さんは復習の時にはこの左側の問題を解いてできないものは右の方の表を潰すという形で取り組んでください。レジュメの方ちょっと戻ってやってください。3ページの方お願いします。3ページポイント4「卓ンターゲット攻略講座を使った学習戦略」というところを見てください。 12月まで、宅インターゲット攻略講座、こちらの講義を使って1回転させてください。下の方の米印。2023年向けの収録講義を一気に発送。得意分野を伸ばす。自分の弱点科目から始める。など、自分でカスタマイズして <laughs>、重講ができるようにしています。で、もちろん、法改正については、別途ちゃんと対応します。例えば、民法。<laughs> 民法の法改正については、冒頭の第1回目のところで、 こちら、レジュメの方で、ね、実際出しながら、ここの問題やんないで、この問題やんないでってことを、第1回目の方で指示をします。なので、その指示に合わせて聞いていただければ十分ですので、法改正、まずは冒頭で指示をします。で、その後、また別途法改正講義は行います。また上の方、時系列に戻りまして、12月から実力要請編。これがあるので、それに合わせてターゲットの教材をまたやってください。これによって もう1回転から2回転してください。最後、3月以降、ファイナル編、模試、卓位ターゲットバ回す、そしてここで初めて過去問を回してください。ここで初めてやってください。米の2の部分、お読みください。 でこちら左側の問題には必須過去問は全部入れていますなのでこちら直前期までは過去問自体は全く触れなくて構いません、まあ、ただただ最後の最後ね一周だけしてほしいんです最後の最後一周だけしてほしいんです私は必須過去問を入れてますけどねやはり過去問の中にはなんだこれっていうのたまにありますでそういうのが出たりすることもあるんですね なんで、一回雑でもいいんでね、一回雑でもいいんでね、推奨年度は言いますので、その問題一回ざっと解いてください。角を作っていれば、過去問1周はすごく簡単にできます。なんで、一回だけでいいからやってください。ただ、そこまでは全く過去問演習をする必要はありません。また、もう一個下の図を見てください。こちらの方が期日対策の方になっています。ちょっと画面の方も使わせてください。 えっと、記述対策についてはインプットこちらの方期日の解き方マスター講座というもの全部で10回ありますこの10回で解き方とひな型の練習解き方とひな型の練習をやってきます私は解き方をこんな風にやるんだよといって実際に解いてきますでその解き方を学んだ上でその下品質論点記述編で試してください でちょっとこちらの方イコールとつけておきますこの2つ問題レベル全く同じです問題レベルは全く同じですでこの品質論点記述編の過去の問題を使ってこちら記述の解き方マスター講座というもので説明してきます過去の問題レベル感が全く同じの昔の問題を使って解き方を勉強し同じレベル感のものを解いていくという感じです でここからその後レベルを難しめのものをどんどんやってきます実力要請ファイナル編というふうにレベル感をどんどん上げていくとはいでこれが期日対策卓越ターゲットを軸とした期日対策ということになりますまた詳しいところはこちらの方均一のき方マスター講座の方で説明をしようと思いますといったところでお時間の方が来ておりますのでここまでにしたいと思います 以上が、えー、こちら、拓衣スターゲット攻略講座、大手のあらましになります。もしよければ、また受講の方を考えてみてください。本日の講義の方は以上です。お疲れ様でした。